火の粉の片割れなら、その力であがいてみせろ。
大丈夫か？どうにか。あんな上に。死んではいないだろうよ。ニュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界はほどなく黒に染まる。すべての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも？世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ニュトス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあ、かかってこい。ジル、下がっててくれ。クライム、でも心配ない、頼む。今度こそ貴様を倒す。よくもまあ吠える。だがそれほどにしつけられがある。ほう、時を手にして大した数字を。このまま失望させるのは励みにも勘どころがある。どうした？マザークリスタルを破壊して黒の一体を取れるというのか。千年のここまで行けば肩払いたいが。何を？お前は世界の本質をまるで分かっていない。己の定めを変えることはそう簡単にできるものか。
役割から教えてやろう。残鉄戦。どうした？もうしまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ？ミュートス、召喚獣。ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテバの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは強大。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された家。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ。今のお前は自我に飲まれ、ただ食らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何？神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響を。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば、手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。
御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ゼル、行けるのか。長くは持たないけどね。みんなは無事かしら。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨てて、アルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら、人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって、何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしても、あなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら、子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかも抱え込んで、もっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから、一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦う。あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限り、あなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。
俺の唯一の答え。クライブ、そんな、あなたが。またこうやって月を見よう。一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても、私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。この後すぐバルナバスを追う？いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。
アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから、再びこの地。話を聞いたぞ、クライブ。海が割れた。みんなよく無事だ。なんとかな。エンタープライズはロズフィール。ああ、ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航。あっちもアカシアの対策に追われて、人も魔物も次々とアカシア。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り活動資金の借りもあるしな。すまない。ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。